手座の満月は5月23日に到来し、冒険、楽しさ、遊び心をもたらします。これは特別な瞬間です。この満月は私たちに喜びを追求し、物事を深刻に捉えすぎないようにと教え、人生が豊かな感情の経験であることを思い出させます。このような満月は滅多にありません。射手座の影響下で迎えるこの満月は、私たちに豊かなマインドセットをもたらし、将来に対して楽観的な気持ちを与えてくれます。そしてかつて閉ざされていた扉や障害物があった場所に光を投げかけ、新しい可能性の道が明らかにされるのです。この満月のエネルギーを最大限に活用するためには、感謝の気持ちが重要です。私たちの周囲のすべての贈り物と、その豊かさに焦点を当てることで、私たちは今、自分たちがいる場所を祝福し、現在の状況に対して平和を感じることができ、満月の恩恵を一層強く受けることができるのです。この満月をリマインダーとして活用し、喜びを求め、気分を高めるすべてのことを祝いましょう。人生に冒険と遊び心を取り入れることで、皆さんの日常を明るくし、楽しみを増やす方法を見つけてください。新しい挑戦に取り組んだり、気分を良くしてくれる友人と時間を過ごしたり、情熱を燃やす活動に参加したりすることは、この満月のエネルギーに同調する素晴らしい方法です。恥ずかしさを捨てて、喜びを分かち合うことで、さらに多くのポジティブなエネルギーを引き寄せましょう。時にはハードワークを強いられ、あるいは自ら求めることで、それが生産性を高め、変化をもたらすと感じることがあるかもしれません。しかし、自分自身や他人の人生に最も大きな変化をもたらすことができるのは、自分の喜びの中にいることや、積極的に喜びを求めることであることを忘れないでください。満月のエネルギーを使って喜びを優先することで、皆さんの人生がどのように進化し、新しい方向にシフトするかを見守ってください。この時期は、内面の光を再発見し、日々を豊かにする好機なのです。この満月のサビアンシンボルは、歩くことを学ぶ小さな子供で、子供が歩けるようになる過程は、一見進歩が遅く、不器用に見えるかもしれませんが、それは実際には大きな勇気の表れです。子供たちは自分自身を信じ、何度失敗しても前進し続ける決意を持っています。歩くことを学ぶ子供は、新しい領域への一歩を踏み出す準備ができており、理解するまで決して諦めない、その決意が固く、勇気ある魂の象徴です。皆さんの中には、人生の新しい段階に進み、初めての一歩を踏み出している方もいるかもしれません。正しい方向に進んでいるか、それが不確かであっても、手探りで進むことが求められる場合があります。この満月は私たちに、勇気を持って前進することを促します。私たちには勇気を見つけ、新しい挑戦に立ち向かい、自分に対する信念を試すことが求められています。これまでの人生で多くの経験を積んできた皆さんにとって、今が新しい段階へと進む絶好の機会かもしれません。5月の満月は、私たちが新たな飛躍に向けて準備ができていれば、人生におけるアップグレードをもたらします。最高の機会が訪れたり、長い間の取り組みが、ついに実を結ぶ瞬間が訪れるでしょう。私たちのそばには普遍的な幸運があり、私たちの意図を大きく広げるためのサポートが用意されているのです。海王星、夢の惑星がこの満月の下で活動を活発化させており、
私たちが自分自身の夢を叶えるための強力なサポートを提供しています。大胆に大きな夢を見ることを恐れず、高い目標を目指し、満月の光が皆さんの進む道を照らすことを許しましょう。海王星は創造性に富む惑星でもあるため、エネルギーが波のように湧き上がり、私たちが世界を見る視点やその感じ方を一新させる可能性があります。海王星の影響が強まり、私たちに本能を信頼することを思い出させるとき、それは宇宙からのサインとなります。海王星の影響で直感が強化されるため、人生の中で閉じるべき扉や手放すべきものがあると感じる場合は、その直感に注意を払いましょう。海王星は私たちを導いて、もはや役に立たない何かを終わらせることができ、そして満月のポジティブなエネルギーは、新たな始まり、新しい扉が開くことを約束しています。この満月の豊かな波動を最大限に吸収するためには、豊かなマインドセットを持つことが重要です。そのための最も効果的な方法は、感謝の心を持つことです。自分が持っているものすべてに感謝することで、自然とバイブレーションが高まり、よりポジティブな視点で物事を見ることができるようになります。もし今、皆さんが苦労している場合は、少し休憩をとって楽しい時間を作り出すことで、気分が一新されるかもしれません。喜びと楽しみを意図として設定し、それがどのように現状を変えるのか、それを観察してみてください。射手座の満月は勇気と勇敢さをもたらし、私たちが次のステップへ進むためのサポートを提供します。幼い子供が歩き始める時のように、初めは恐怖や不安を感じるかもしれませんが、自己信頼を持って前進すれば、徐々に進むべき道がはっきりしてきます。海王星は私たちが直感を信じるように導いてくれます。何を手放し、どの道を進むべきか迷うことがあっても心配する必要はありません。感じてください。私たちはただ導きに従い、自分の内なる声を信じればよいのです。以上が5月の満月の情報です。満月は2024年5月23日の22時53分に起こります。5月の射手座の満月は冒険、楽しさ、遊び心の波をもたらします。もし困難なことがあったとしても、少しの休憩をとって楽しい時間を作り出すことで気分を変えていきましょう。人生で最も重要なことは、人生で最も重要なことを知ることです。私は、自分の喜びの中にいることが、やはり一番重要なことだと思います。5月の満月は、23日の22時53分とお伝えしましたが、満月の時間と見頃の時間には誤差があります。なぜなら、満月が最も美しいのは、太陽が西に沈んだ直後に東の地平線に現れるタイミングだからです。以前に日食の時月は必ず新月で、月食の時月は必ず満月ですとお伝えして、皆さんに当たり前と笑われましたが、満月を東の地平線に見る時、西では必ず太陽が沈む瞬間です。やっぱり当然ですよね。む、満月を地平線に見るのが最も月が大きく見え、普段よりも際立ち、美しく淡いオレンジ色に彩られます。東京では5月23日木曜、日の入りが午後6時47分、月の出が午後6時41分です。もしお時間があれば、夕日を背に最も大きい満月を見てください。前回のメッセージでちら予告した興味深い情報についてですが、自らハードルを上げてしまって
少し恥ずかしいです。む。面白くなかったらごめんなさい。それは動画の視聴維持率についてです。通常、動画の始まりから動画の終わりにかけて離脱が起こり、視聴維持率は低下していきます。しかし最近はメインのメッセージの中盤が一番維持率が低く、後半に再び上がっています。つまりメインのメッセージは早々に離脱して、私の小話だけ聞いてくれる方が 20% くらいいます。これは喜んでよいか分かりませんが、む。でも嬉しいです。ありがとうございます。エンディングでもアースちゃんは話します。明日は日帰りの出張に行かなければなりません。む。このエンディングを皆さんが見てくれている頃、私は明日の動画作りに取り組んでいます。昨日は会食で食べ過ぎてお腹の具合が悪かったのですが、だいぶ良くなってきました。葉っぱ付き人参、あ、尺がありません。む。